この村、やっぱりこの怪物たちの仕業だったんだ。もしかしてリゼンブールもこんな死の村みたいにされちまうところだったのか。行きましょう。ハボック少尉が心配だわ。兄さん、なんか今聞こえ。落ち着けよアル。今のは何かの鳴き声か。まだ近くに怪物がいるかもしれないわ。気をつけて進みましょう。なんだここは。兄さん、この錬成人は。ああ、こいつはリゼンブールの洞窟にあったのと同じやつだ。この周囲の血は。この血痕のつき方、兄さん、これってひょっとして。ああ、これが本当に人間の血だとしたら、やろう、村の人間を使って何かを錬成しやがったんだ。またこの声。今のも忠誠か。生存者がいるわ。二人とも行くわよ。忠誠が聞こえたのはこの辺りね。ねえ兄さん、この家ついさっき壊れたんじゃない？壊れたじゃなくて壊されただよ。とんでもない怪物が近くにいるってことね。もしかしてさっきのあの鳴き声の。とにかく気をつけましょう。注意、ちょっとこっち見てくれよ。橋が落ちてる。この橋もついさっき落とされたようね。ああ、この距離だと錬成で直すのはちょっと難しいな。銃を撃った人はこの橋を渡ったのかな。無事だといいんだけど。他の道を探すしかないわね。さっきの広場まで一旦戻りましょう。本当だ。生存者がいたんだ。おーい、大丈夫か。助けて。あんたたちよく無事だったな。安心しな、もう大丈夫だ。兄さん、早くこの人たちを助け出そう。大丈夫ですか？歩けますか？助けて。もしかして動けないのか？そっか、怖い思いしたんだもんな。怯えなくてもいいんですよ。さあ、二人とも今すぐその人たちから離れて。何を言ってんだよ、注意。お願い、助けて。僕たちに助けを求めてるんですよ。ほっとけるわけが。離れなさい。注意、一体どういうつもりで。
人間殺す。この怪物たち本当に人間に化けるのね。やっと生きてる人を見つけたと思ったのに、あの人たちまで怪物だったなんて。助かったよ、チュイ。うん、危ないところだったね、兄さん。でもあの人たちの正体が怪物だってチュイにはよく分かりましたね。なんとなくそんな気がしたの、危ないって。直感か。そういや俺もスカーと目が合った瞬間に直感でヤバいって思ったっけ。いや、兄さんの場合は喧嘩で染みついた習性というか野生の本能とでも言うか。野生ってなんだよ。そうね、これも軍人としての習性、私の体に染みついたものね。普通の人には必要のない力だけど、今の私には必要な力なの。誰かを守るためにね。注意。行きましょう。グズグズしてる暇はないわ。